鉱山キャンパス群馬パース大学福祉専門学校、群馬パース大学福祉専門学校、英章、群馬、パズプロフェッショナルケアワーカーズトレーニングカレッジは、学校法人群馬パース学園の運営する、介護福祉養成課程のある、私立専門学校である。関係機関に、医療法人社団保高会がある。また、学校法人群馬パース学園は、群馬パース大学を持つ。 群馬パース福祉専門学校のパースとはポルトガル語で平和を意味する。また、パズの3文字にもそれぞれ込められた意味があり、P はペソアイコール個性、A はアシステンシアイコール補助、Z はゼロイコール熱意を表現している。個性の重視、補助の精神、そして熱意。これらを調和させ平和を目指すことがパズの教育理念となる。 有能な介護福祉士を育成することを第一にしている。介護とは感謝、感激、感動の 3K で成り立っている仕事である。その介護に関する知識や技術はもちろん、個別指導の徹底と豊かな教養を身につける教育に重点を置いて指導を展開している。最寄り駅からキャンパスまで徒歩5分。トネルまた、前橋、高崎方面からの通学も可能。 郵便番号377-0008群馬県、渋川市渋川 1338-4JR、上越線、渋川駅から徒歩5分渋川イカホ IC から3分。ありがとうございます。